ベガルタ仙台は16日、MF 富田進吾、31、MF 金久保潤、30と2018シーズンの契約を更新したことを発表した。2005年に東京ヴェルディウスから加入して以来、仙台一筋の富田。在籍13年目を迎えた今シーズンの明治安田生命 J1 リーグでは25試合に出場した。J リーグ通算では353試合を数える富田はクラブの公式サイトで以下のようにコメント。来シーズンも仙台でプレーできることを嬉しく思います。チームの勝利、目標に一歩でも近づけるように、体を張って相手の攻撃を摘み取りたいと思います。引き続き岩下に足を運んでいただき、チームへの後押しよろしくお願いいたします。流通経済大学を卒業後、大宮アルディージャ、アビスパ福岡、川崎フロンターレと渡り歩き、2015年に仙台に加入した金久保。今季は怪我に泣き、リーグ戦2試合の出場に止まったが、来季に向けた意気込みを次のように語った。今シーズンは怪我が多く、チームに貢献できずにとても悔しいシーズンでした。来シーズンは1年を通して、チームの勝利に貢献できるような活躍を、皆さんにお見せできるよう精一杯頑張ります。来シーズンも熱いご声援よろしくお願いいたします。